赤月ふ頭公園で再びね。じゃあスマホの方で録画してます。スマホの方で。パソコンね。焚き火で、ね、これ焚き火だ。いい感じだこれ。サバはこれサバスタイル1のサバの水煮がこれでね、ニンニンと炒めた。水煮だから水水分がで炒め煮って感じかなね。そうね、さ、人参だけ安上がりね。あったかいね。暑かった。はい、どうも。今日はね、赤月ふ頭公園です。赤月ふ頭公園、海の見える公園、海の見える公園。今日は対戦はね、ワイマックス。今日ワイマックス流行りいいんだよ、これ。天候とか季節にもよるんだけど、今日流行りいいワイマックス。いつも、まあ、昨日も夜行ったけどさ、まあ、2週続けてさ、行ったからさ、ちょっとね、たまにはいいよ、このさっきも言ったけどさ、この公園のいいとこは、ここまで来る途中に、ここはさ、松がいっぱいあるからさ、松ぽっくりがいっぱいあるんだ、これ、松ぽっくり。だから、ね、これをね、ほぐき代わりに使える、それが嬉しい。辰巳公園は松なかったもんな、だからさ、この薪をさ、小さく割ってほぐきにしたけどさ、今日はその必要なかった。松ぽっくりに火をつけて。あそこ里見公園待つないな、あそこだからそれ残念だったね、ま、里見公園でも近くっていいけどね。でもこの公園は松がいっぱいあるんで、松ぽっくりもいっぱいあるんで、これがほぐき代わりになっていいこれ。なんだ、ならないの分かんない、僕スティックムの不具合かもしんない。炎いいね、炎なる幸せ。分かんない僕それ。うまい。ネットで買ってます。このストーブはこうやって入れられるのがいいよな、こうやってね。うまいじゃん、サバ。もうもう炎がいい感じでしょ。いいでしょ。ボーン。はあ、あったか。あ、この公園はさ、こうやって今テーブルがあるからさ、早く来ればこのテーブル使えるからね、楽でいいよね。今日は釣りやってる人も少ないね。
炎なるし。ほら、来たでしょ、ブワッと。まずポクリに燃えるとね、ブワッといくわけ。おー、いいでしょ。炎なる幸せです。炎なる幸せ、炎なる幸せ。温まったと思うんで、これを下ろして、またフライパンの方冷めちゃったんで、ちょっと寝てようか、フライパンの方冷めちゃったんで、あっかんの方冷め、フライパン冷めちゃったんで。スタイルワン、今度スタイルワンを、スタイルワンですね。でもまだ行き方がない。どうもね、つなぎやります。どうも、今いるんですけど、どうもね、おっちゃんとライムちゃん、どうも。じゃあ、なに、3番目でしょ。コスター、次の3番目です。
だいぶ使ってもまだ5本あるんだ。15本ってあれでしょ、あれ YouTube で金儲けやってるからね。もう金儲けじゃない、僕は生存確認の一環なんだけど、生活費はね下に汗して働いてます。もう僕はそういう人間よ。 YouTube に動画アップしてるけど、僕は金儲けじゃないと思う。だから YouTube じゃありません。生活の糧はね下に汗して働いて得てます。もうそんな人間よ。もうそういうだ。 YouTube は違うよ。 YouTuber っていう人はさ、 YouTube で金を得てそれで生活する人、生活してる人だけど、僕は違うからね。僕は YouTuber ではなりませんし、ならない、なれないと思います。僕は労働者として下に汗して働いて生活費を得て、そういう人間です。それで十分よ。働く人があっての資本家でしょ、考えたら、ね、資本家ってさ、考えていいけどさ、ね、資本家が成り立つのはさ、労働者がいてこそだもんな。そう思ってね、僕は働いてるよ。そうよ、動く人間がいてこそ資本家が成り立つんだよ。だってあれ他人のふんどしでやってる人でしょ。よくね、他人のふんどしで動画作ってる人、あの人。そうよ。自分は面白い出ないね。他人のふんどしでやってる人ね。どうでもいいあの人。僕はね、いいんですけど、あの関係ない別に。もともとあの人が出る前からね、動画アップしてますんで関係ありません。勝彦さんは石田さんとかがあんな人出る前から動画アップしてます、動画配信やってますんで関係ありませんから、うん、
ですね、僕にとっては僕勝彦さんにとっては石田さんは後付けなんでね、どうでもいいですいつも通りやってます。所詮僕にとっては後付けの人間ですから、後付け、まあ、基本に僕もともと生存確認の一環として、女の子のお年頃の女の子のお股のこと考えながら飲んでるだけなんで、もうそういう人間、年頃の女の子のお股が大好きなんです。ただそんな人間なんで、僕は可愛い、今日も来る途中いたけど可愛いね、やっぱお年頃の女の子はさ、可愛かったなね、機関車とか乗ってバス乗って、おお可愛いね、やっぱね、電車の中バスの中でさ、下半身硬くなっちゃったよ、ほんと可愛くって可愛いよね、やっぱお年頃の女の子はさ、まさにオナペットだまさにオナペットね。久しぶりだね。どうも、あ久しぶりだね。あ久しぶり、ずっと来なかった、来てた、いろんな場所がさ、いろんな、さ、怖い、怖い、先生、僕いろいろあるじゃん、これ。今日久しぶりだよね。そう、今日は、怖い久しぶり。今日何、仕事休みなの？今日は休みだよ。そう、ニンニンとサバの味噌煮炒めて、おー、いいね。これウッドストーブで、あれ、これいつものと違うじゃん、これウッドストーブで、なかなかいいね、これ。あれ、前マリネ使ってたよね。うん、ペレット、ペレット使ってたじゃん。今日ペレットじゃね、今日普通の巻きで始めスタイル。普通の巻きも面白いよね、これね。なかなかいいでしょ、ペレットよりもね、うん、でも、お酢の水大変だね、と思って。もう大丈夫よ、もう大丈夫、もうちょっと。ここはさ、うん、松がいっぱいあるでしょ。あ松が、松ぼっくりいっぱいあるんでね。それ薪まで買ったの、これ。ん、薪買ったの。薪は買ったやつ持ってきたの。で、松ぼっくり拾ったら来るといっぱいあるもんね、これ。薪も買ったの。薪はさ、結構するでしょ。でも、500円ぐらいかな。500円ぐらい、うん、一玉。てか、鳥皮持ってきた。鳥皮なら、今日は。今日はないの。今日はな、今日は人参人参とサバ缶だ。サバの水煮で。鶏皮ねえんだ今日は。うん、鶏皮はうまいけどね。鶏皮もね。うん、で鶏皮家でさ、下処理しないとね。ああ。あれめんどくさいから。今日何、ね、先に10本くらい持ってきたの？今日はそこのサークスで買ったの。うん、今日何本？この前、ね、6本とか7本くらい乗ってたじゃん。今日はもうこれで3本なんだよ。4本。その4本目だな。あ、4号目、うん、4号目ゆっくり飲んだ方がいいよ、あんまり急いで飲んじゃうと、うん、この前みたいにひっくり返っちゃってくんねえからさ、うん、ね、大丈夫よ、うん、なんだ、慌てて飲まなさって酒逃げていかねえからさ、うん、大丈夫、うん、うん、この紅葉はいいよね、ほんとね、いいよね。じゃあこれ5号目だ、これ飲んだら5号目だね。そう、そう、ゆっくり飲めない、ゆっくり時間だからさ、まだ、うん、ね、ゆっくり、これ 4号目だって言うからさこれ5号目だ、ゆっくり飲んだ方がいいよって言ったら引っ掛けちゃっていないから、もう先来たばっかじゃなかった。もう4個。1個なら少ないよね。でもうまいね、サバ。やっぱうまいよね。人参のサバ。でもやっぱりあれがいいね、鶏皮はね。鶏皮。鶏皮はね。俺鶏皮好きだね、やっぱね。うん、歯ごたえがいいね、歯ごたえ。うまいよね。うん、今日も酒10本？今日はね、5本だけ買った。5本だけ？うん、じゃあこれで終わりなの？そう。じゃあ、いいでしょ。じゃあ、食べる、食べる。明日イカメラ系だ。イカメラなんで。じゃあ余計だよ。今日飲んでた方がいいよ。明日検査行ってさ、もう飲んじゃいけねえなって言われたらどうすんのよ。今日はやっぱりあれだよ。大丈夫じゃん。あと3号ぐらい買っちゃうよ。大丈夫だよ、大丈夫。再検査だよ。隠してるのかね。大丈夫、うん、ここって足んないでしょ。足りる、足りる。ついてんの、ひげちゃんと。ついてる、ついてる、もうちょっと、うん、大丈夫よ、ついてるよ。それ巻きライン、ホームセンターで買ったの？いや、ネットで買って。あ、ネットで買ったの？だってね、送料とかなに結構取られてないの？だから、もうその辺も計算して買って大丈夫。ああ、そうなんだ。500円で誰とか、どのぐらい来るの？このぐらい。そんなもん来る。あ、このぐらい？うん。でもこれ、いい巻きだよね、これね。いい巻き、うん、いい巻きだよ、これ。荒川区に住んでるからあんまないよ、その取れる場所。ホームセンターって郊外行かないので、都心はないよ、本当に。あ、そう？そう、ない。あってもね、あんまり揃ってない。あ、そうなんだ。その都心は、郊外、
ここもさ、ここももうちょっとあれだったらね、結構枯れた木とか一回落ちててね。で、これね、この辺は松ぼっくりいっぱいあるから。あ松ぼっくり。松ぼっくりやね。そう、いっぱい拾ってきた。あ松これ松があるからいいね、これ。さとみ公園はないんだよね、さとみ公園はね。1年ぶりぐらいでしょ、ここ来たの。そうね、いろいろ行ってたの、いろいろ。今度また来なきゃダメだよ、俺寂しかったよ。いろんな場所行ってからもね、いろんな。先週はこの前はね、うん、市川のさとみ公園か。市川、うん、あ市川まで行ってんだ。でも江戸川沿いだからさとみ公園、 あそこもねこういう牡蠣が使える場所あるんで、 あれさとみ公園結構いいよ。神戸台の駅からね、うん、歩いて10分15分ぐらいだから、でこういう牡蠣の使える場所で、あ、うん、荒川区だから市川結構近づいてる。一周続けてさとみ公園行ったんで、じゃあたまに来たね。消えちゃってんじゃない？だってそんなさ、薪にそのこの大きさの薪はさ、2本ぐらいで使う薪じゃないよ、これもう 4,5 本使う薪だよ、これ大丈夫これで、うん、消えちゃうってこんなんじゃ。消えてないってよ。どう？大丈夫よ、分かんないんだよね、言うんじゃねえよ、バカやそれはこうやって吹けば大丈夫だよ、分かったか。大丈夫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 。燃えてる？燃えてる燃えてる燃えてるよ。ぬるくなっちゃう、せっかくのね、先にぬるくなっちゃったんでしょうがねえから。大丈夫よ、うん、大丈夫よ。それじゃ何でつけたの、一番最初は？ライターで。あ、ライターつけたの？うん、ライター。あ、そう。これ今日はね、これこの、ま、この松ぼっくりで。あ、松ぼっくりつけたの？これね、だっていっぱいあるんだよ、いっぱいあるもん。この辺で松があるんですよ、この辺。この公園のいいとこだよね。あ、松公園ちゃん、ま、さとみ公園は松ないんだってね。あ、そうなんだ。ここはね、松がいっぱいあるからね、松ぼっくりいっぱいあるんで、いっぱい拾ってきてくれたんだ。それをね、ほぐちにして。それをね、茶飾りしてんの、松ぼっくり。ほぐち代わりにして。まあ、ゆっくり飲んだ方がいいよ。飲むね、はい。はい。はい。入れてみよう。さっきからちょっと入れてみた。これでつくと思うんだ。さっきから入れたんで。お、これでつく。お、いい感じだ。おー、いい感じ、フォローついた。フォローなる幸せ。はい、どうも。うっさいのいなくなったかな、うっさいの。うっさいのいなくなった。よかったよかった。いい感じじゃないか。はい、どうもね。うん、こんな感じになってます。炎なる幸せ。
込めないね。細いやつ。こうか。これはどうかな。くじさえいなくなった。どうこっちゃん。じゃあ差し替えようか。もう最後の一本かも。最後の一本。五合目行きます。はいどうもね。五合目行くよ。今日持ってきたこれでおしまいだ。多分もうこれ頭いい感じだと思うんで、これね。で最後の一歩いきまーす。よし、じゃあ差し替えて。はい、乾杯。そうなる幸せです。いいね。サバがうまいよな。サバの水煮缶で最高だよなこれ。ああいいねこれ。いい感じじゃない。
ってるな。今ね、佐々木通りしただけで、どうもね。どうもいいのにしてどうも。うわぁ、タオル燃えちゃった。高いね、やっぱ滝はね、いいね。もう先は超買ったのないんだ。これで最後だな。これで最後だ、いい感じだ。最後はウインナー炒め、これも粗びきソーセージ買ってきたんで、これゴロ炒めてくるから最後ね、これで最後、粗びきソーセージ、これで炒めて最後だ。
最後かな。